はい、聞く出す。もう再生してるけど、やります。楽々のね。で、声で確認するときですね。文頭に来る言葉25選。イラーがまいアインホンディヌア。もう明日もお兄ちゃん行かないってこと。で、もう一つですね。イラサオコエンコンヒル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 。どういうことなの？まだわからないけど。え、どんなこと？イラサオコ。どういうこと？エンコンヒル。エンコンヒル。まだわからないけど。イラサオコ。サオ。サオコ。イラサオコ。これ聞いたことなかったな。どういう意味な？イラサオコ。イラサオコ。イラサオコ。これベトナム人から聞いたことがありますか？これもね、会話ですごく使われていますよ。これはチャットでは見たことあるね。いつ使うかというと、ウィか。驚いたり、ウィはなんか予想外なことがあったり、で、あることについてまだ理解できていないことがあったりするときに使います。うわ。エンビゾーが、エンビゾーは、エンのチューブ、エンガエン、エンガエン、ビズ、ディランベ。妹ね、これが仕事から帰ってきての会話ですね。うわ、ビズオイベア、タトゥーマイズオイベア、ロクナイゾイ、タトゥーマイ。ロウ、ビズオイベア、うわ、ヘロクナイラアイベア、うわ、アイベアとかです。日本語にすると、うわ、アイベアとかですね。驚いたり、うわ、何か理解できていないことがあったりするときに、この表現、この言葉で、話を始めます。はい、わわわ。皆さんもぜひ使ってみてください。わ、アイビエ。で、タイガーも英語。サオバオ。カテナです。サオバオ。サオバオ。今回の部分で使う表現ですね。で、いつ使うかというと、これはね、相手の言った情報を再確認するために使われます。で、実際には、そうではなかった。違っていた。時に使われます。それと、話してのちょっと驚きや理解できていない気持ちを表します。例えばですね、サオバオ、サオバオ本来本殿とか、サオバサオバオラ本来本殿って言ったりすることもできます。サオバオ、サオバオラ本来本殿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 、本殿サオバオ、サオバオラ、本来本殿。サオバオラ、本来本殿。本来って言ったよね。サオバオラ、本来本殿。サオバオ、本来本殿。サオバオ、本来本殿。サオバオ、本来本殿。サオナ、本番本殿。本来って言ったよね。今日来ないって言ったよね。サオバオ、なんで来たのって。サオバオ、なんて言ったの。もう一つですね。サオバオ。今回はちょっと夫婦のミニ会話です。で、奥さんからですね。ラ、本来本殿。アイコムザオジャエマ。あ、アイコムザオジャエマ。で、モアザオジャエマ。サオバオ、本館モア。サオエンバー、サオエンバー、本館、本館モア。サオエンバー、サオエンバー、本館モア。サオバオ、本館モア。いらない、サオエンバー、本館モア。サオエンバー本館は、本館は、サオバー本館本殿、サオバー本館本殿。相手の言ったね、情報を再確認するときです。まあ、実際にはそうではなかった。違っていたときに使われます。サオバー本館本殿。サオバー本館本殿。サオバー本館は、サオエンバー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 本館は、サオエンバー本館は、台胞、これですね。台胞と同じ意味です。皆さんは念の勉強しましたよね。日本語にすると、何々がそうだ。台胞、原文表現ですね。台胞、はい。で、台胞の方が会話で言うことが多くて、台胞、誰かから聞いた情報や、ネット、テレビ、新聞などで見聞きした情報を相手に伝えるために、言う表現ですね。台宝，耶诺，台宝，台宝，麦格泽穆尔东巴盖，麦格泽穆尔东巴盖，台宝，泰尔诺，萨皮马，萨拉切泰佐呀，萨拉切泰佐呀，台宝，海杜啊，海杜啊，诺萨库伊马，
烧来加白嘴吗？嘴啊。大包。で、あ、じゃあ今度しようか。大体いつも5分にしてるから。はい、終了。